こんにちは。大田区保育サービス課保育利用支援担当保育サービスアドバイザーから、令和4年4月保育園入所の申し込み。今回は二次利用調整について説明します。この動画は、すでに配信している、令和4年度保育所入所申請に関するご案内の続編になっています。 また、令和4年度第1版入園申し込みのしおりに基づいて説明しています。しおりは年に2回、4月と10月に改定しています。必ず最新のしおりをご覧ください。入園申し込みのしおりは、大田区役所保育サービス課のほか、大森地域庁舎、 調布地域庁舎、鎌田地域庁舎、工事や羽田地域庁舎の生活福祉課でも配布しています。大田区のホームページからもダウンロードができます。令和4年4月の入所申し込みはもうできないのかしら、と、 不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご安心ください。令和4年度4月入所二次利用調整の申し込みは、令和4年2月10日木曜日まで受付をしています。二次利用調整とは、一次利用調整の結果、 申請の取り下げや内定の事態、在園時の対処等によって、保育施設に欠員が生じた場合、利用調整を行うことです。対象となる方は、一時利用調整の締め切り日以降に申請をした方、一時利用調整で入所保留になった方です。申請の締め切り日は、令和4年、 2月10日、木曜日です。希望園を変更したい場合は、令和4年2月21日、月曜日までに、電話、もしくは窓口にてお知らせください。特に連絡がない場合は、一時利用調整時の希望園、希望順のまま、二次利用調整を行います。 一時利用調整で入所保留になった方が、二時利用調整でも入所保留になった場合、保留通知の発送はいたしません。二時利用調整の保留通知を希望される方は、電話、もしくは窓口でお申し出ください。令和4年。 4月入所の申請書類は2月10日木曜日までに保育サービス課、保育利用支援担当に提出してください。郵送の場合も締め切り日必着となりますのでご注意ください。各地域庁舎の生活福祉課相談係では書類の受け取りのみ行っています。 提出された書類について不明な点があった場合は、後日電話などで確認することがあります。また、疾病やアレルギーのあるお子様は、保育サービス課で面接を行うこともあります。詳細は、しおりの23ページをご確認ください。一時利用調整後の欠員公開は、 2月4日金曜日入所自体や対処等で発生した欠員は2月16日水曜日にホームページで公開します希望園変更のみ2月21日月曜日まで受け付けます二次利用調整の結果通知の発送は3月7日月曜日を予定しています 提出書類、入所までの流れについては、令和4年度、保育所入所申請に関するご案内の動画をご確認ください。二次利用調整が入所保留になった場合は、認可保育所以外の保育施設に申し込みをしましょう。認可外保育施設としては、 1. 1家庭的な環境の中で保育を行う家庭福祉員。通称、保育ママ。2. 主に1歳児、2歳児クラスのお子さんをお預かりしている保育施設で、利用日や保育時間をそれぞれ柔軟に決められる定期利用保育事業。3. すべての施設で0歳児保育を行っていて、 13時間解消をしているなど、保護者の利用ニーズに幅広く対応している、東京都認証保育所。4. 企業主導型保育施設やベビーシッターなどがあります。家庭福祉院を利用する場合は、大田区に登録をし、家庭福祉院と保育委託契約を結んだ後、 保育開始となります。令和4年4月1日から利用を開始する申し込み受付については、令和4年2月13日日曜日から2月18日金曜日までとなります。定期利用保育事業、認証保育所、企業主導型保育事業などの 銀河外保育施設を利用する場合は、保護者と事業者での直接契約となります。申し込み方法などについては、直接各施設へお問い合わせください。令和4年4月の入所、出産前に申請された方は、出産後翌日までに、 保育利用支援担当に出産日と母子の状況について連絡をしてください。次に、出生後14日以内に出生届の提出及び住民登録の手続きを終えてから、速やかに保育サービス課、保育利用支援担当へ、教育保育給付認定申請書と、 お子様の健康状況申告書を提出してください。2月3月は利用調整による入所を行っていないため、保留通知書の発行はしていません。お子様の誕生月が2月3月で、育児休業給付金の支給期間延長手続きが必要な方は、 しおり32ページの写しをもって、勤務先の担当者、または在職中の事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。育児休業明け入所予約制度とは、お子様が1歳の誕生日の前日まで育児休業を取得し、お子様の誕生日月に 職場復帰される保護者の方があらかじめ入所を予約しておくことで安心して育児休業を取得しスムーズに職場へ復帰できることを目的とした制度です。令和4年度後期入所予約制度の申し込み対象者は令和3年10月2日から令和4年4月1日までに生まれた児童です。 郵送での受付となり、受付期間は、令和4年4月1日金曜日から、令和4年4月18日月曜日まで、締め切り日必着となります。この育児休業明け入所予約制度の申し込みとともに、従来の入所申請を行うこともできます。 大田区ホームページでは、保育施設や保育所入所申請に関することなど、情報をご覧いただけます。トップページの、妊娠、出産、子育てのところから、各メニューを選択してください。また、施設案内から、大田区マップを検索していただくと、大田区内の保育園の場所を検索することができます。 大田区の保育サービスアドバイザーは、保育園勤務経験のある保育士です。各ご家庭の状況に合った保育施設や、子育て支援サービスの案内、育児に関する相談をお受けしています。詳しくは、大田区のホームページをご覧ください。